山本キングです。さあ今回も始まりましたラッパチラブスローですが、今回はラッパチラブスロー in 大分ということで、こちらワンダーランド大分南店に来ております。今回はちょっとね、緊張というかなんか心配というかドキドキが止まらないんですが、とりあえず呼びたいと思います。こちらの方です、どうぞお願いします。お疲れ様でした。から来ましたズラプロ森藤です。よろしくお願いします。森藤さんでございます。お願いします。今回のゲストはズラプロ森藤さん。パチンコパチスロ両方の分野で活躍するマルチなベテランライター。久しぶりにお会いする先輩の登場にヤマキンもちょっと緊張気味。ミステリアスな面が多い反面、多趣味でプライベートも充実しているとのことですよ。それはまだ見てください。こんなうさんくさい人間いますか？皆さんの周りにいますか？このうさんくさい感じ、帽子とメガネ、いや僕もそれですけど、よく考えたら僕もそうなんですけど、そうか、僕もそうなんですけど、相変わらずうさんくさいですね森藤さん。本当このうさんくさい感じでよくこれまでやってこれましたよね。本当すごい数年ぶりなんですよ、はい。何回もうさんくさいって言いました。朝一発目に言いましたもん。本当ね、ダメですよ。本当にちゃんとしないと。本当昔はこんなことも言えない関係でね、もう本当怖い感じだったんですよ先輩として。踏んでる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 足踏んでる。本当怖いんです。いや今日はラッパチラブスロっていう、はい、仲良く打とうという仲良く打つんですが、森藤さんにはなんかいろいろ教えてもらいながら、うん、打つ番組なんですよ。でマオキックス君に前パチンコショーライド出てもらったんですけど、その時ルパンを打って、うん、なんかほぼ当たりがない状態だったんですよね。なんでやっぱパチンコ師匠ガイド の、まあ、その一緒の系列じゃないですかね、オキックス君も、はいね、なんでちょっと先輩に今日はルパンを改めていろいろ教わりながら、まあ、どうしました、あ、なんかあれ、あ、え、なんもない先輩、どうしました、はい、ルパン任せてください。大丈夫か今。大丈夫です。ちょっとルパンっていうのも、あの整理券が2人とも非常に悪くて、まあ、死んで打とうかなって話もあったんですが、死んでは取れず、はい、気づいたら2人ともルパン座ってたっていうことで、まああのちょっとあの、はい、なんて言うんでしょう、こうプロっぽいとこを言わせていただくと、はい、設置台数が多いんですよね。そうですね。で割と力を入れてるのかなっていうところがありまして、うん、いいと思います。いやこう見えて本当パチンコパチンコに関しては本当すごいんで、本当尊敬してますからこの辺では。その辺ではっておかしいですね。行きましょうということで、今回はズラプロ森藤先輩とラッパチラブスロ行ってみたいと思います。今回の収録ホールは大分県大分市にあるワンダーランド大分南店。パチンコ660台、パチスロ360台を設置する大型ホールは人気の最新台も大量導入。活気のあるスタッフさんが迎えてくれる元気いっぱいのホールとなっています。スロットコーナーのデータ機器にはビグモプレミアムを設置。 15.6 インチの大画面でとことん見やすい仕様となっています。サイドランプにもこだわった演出で分かりやすいコーナー案内、28日間のスランプグラフ、当日の細かい夕霧歴、大当たり結果の集計表示などデータの量も満載となっています。こんにちは、ワンダーランド大分南店へようこそ。当店アテンダント磯崎と申します。当店自慢のこちらエージェントスナックステーション、 A コースから G コースまでお好きな商品をお選びすることができます。当店へお立ち寄りの際はぜひご利用ください。今回はルパン三世、相葉スーパーヒーロー、はい、行きたいと思います。
それでは実践スタート。よし行きましょう。当たるかな。じゃあまずはね、お父さんゆきちからいつも通り行きたいと思います。俺でも森藤さんとパチンコ打つのなんて本当に10年ぶりぐらいかもしれないですよね。まあ一応あれですよ森藤さん、ルパンのこういう動画面白いとか、はい、こういうのに注目した方がいいとか、はい、そういうことを言ってくださいね。そういうこと必要なの？必要なんで す, んです。一応とはいえ久しぶりの連れ打ち、まったりのんびり行きたいところですが、早くも森藤さんに動きあり。お、ちょっといきなり、いきなりこうあったりやめてくださいよ。魔王が出てきちゃいます。あ、これはただこうあたりだった。そうですね、ですね、こうあたりですね。はい、500分の1ぐらいでしょ、こう当たり。ちょっと当たり引く方が簡単ですよ、それ。この間ね、当たり引いたんですけどね、マモーにすごい愛されてるんですよ。それあんまり愛されない方がいいですよ。そう？それで通常当たりがほとんど。たまに当たるよ、各辺も。たまにでしょ。たまに。僕当たったことないです、それ。そう、はい、あります？あります、あります。あ、本当ですか？自分、割とあります。割とある？はい。なんか見た目がちょっと似てますもんね。やかましいわ。先輩いじりもほどほどに。すると山金の台に保留変化が。いやでも分かんないよ、これから次第。はい、ロゴ落ちスタートで出だしはまずまず。うわさん、僕やっちゃいますよ先輩、すいません。今回ね、今回のファンでもいい力だらけだらけ。はいはい。あ、でも緑まで。ほらほらほら、わ、これわかんない、わかんない、わかんない。いや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 、二人の意見は噛み合わず、とりあえず2時3といった様子ですが、どうでしょう。うわー、もうダメだ。え、やばい、そんなに打ってはない。そんなに打ってないですね、ここまでは。もう一丁、もう一丁、俺の名は。自分もそんなには打ってる方ではないんですが、はい、それがダメっていうぐらいは分かります。ちょ先告知やめてくださいよ、この当たるかどうか。緑でもあるかもしれないじゃないですか、まだこれ。何事にも期待感を持って接するのがヤマキンスタイル。話前後しますが、当時から心ないことばっかり言いますね。それあったよ、それあったよ、それあったよ。2人の過去に一体何が。そのせいでどんだけ後輩が怖かったか。いやはい、はい、打ちましょう。申し訳ない、もうなんかピリピリしてすみませんね、本当に。いきなりあんたなんて言っちゃって、もうそんなこと言えない。俺はもうどこまで話したか忘れちゃったんだ。忘れたリーチはかかるものの、決め手に欠ける展開に、はい、なんかこのルパンって、はい、まあ、前作もそうだったんですが、もう本当にこう、なんだろう、4年に1回の祭りぐらいの賑やかさにならないと当たってくれない。阿波踊りぐらいの。阿波踊り以上ですね、もうね。四国で言うとね、なんかもう阿波踊りの世界大会ぐらいわっしょいわっしょい、わっしょいわっしょいがないと。なんか、こんなんで当たるのっていうのはあったことあります？いや、今回のルパンは本当にそれないでしょ。あ、ないですか。なんか何かしら強いのが一個は絡む。そうですよね、やっぱりそうですよね。でそれを 見落としたりとかすると、はいはい、えっていうのもありますけど、あとはもう本当にあの魔物とかが出てくるパターンっていうのはえっていうのもありますけど、ね、魔物が出てくるパターンはどこからでも行きますもんね、弱くても。パチンコ班のライターだったんだけど仕事なくそれやってたら、まあまあはいはい、それで、はい、どちらかというとパチンコよりパチンコを打つ方が多くて、
のまあ編集部の方もパチロハンの方来てて、はい、ちょうどその時にパチロヒソライドのスタッフがあんまりいなかったんですね、はいはいはい、でそれでちょっとやっていただきたいことがある的なことを言っていただきまして。なるほど。でもなんかそれ以降森友さん以降そういう人いないじゃないですか。みんなスロットもバッジングもやってんのに。いやだから自分から言わすとなんでみんなやんないのかな。あでも言ったらできたんですかね。いややりたいって言えばいいんじゃないですか。いやとにかくねあの原稿仕上げるスピードが速いんですよ森友さん。だから多分そういう面でも重宝されてるっていうかスキルが高いですよね多分ライターとか。いや心はないですよ。心がない。良くも悪くも無味無臭なんですよ。見た目はもう匂いしまくってるのに。うわ出たよ。まあ5、6年ぶりぐらいとかなんですが、はい、そんなこと言えないですけど、ね。何がすか何がすか。何この話詳しく聞きましょう。さらに林さんに磨きがかかって、俺森藤さんに言われたらおしまいですわ。もっと言うと老けました。老けましたよね。だってお互い20代です。もうね20代ですよ最初。ひどい。いやそんなに九州で苦労してんの。何があったの。相談乗ってもらっていいですか今度。嫌です。いやほら出た。いやでもねやっぱ当時はね怖かったっすよ森藤さん。いや当時から若さはなかったですけど。なんかこんなにウケるなんてちょっとショック。そうですね。お互いもう40代ですから。そういうことです ね。もうちょっと真面目に言ったらもうちょっと回ってるかもね、はい、だってほら山野さんが変な話ばっかりするから。さっきからなんかスタッフが怒ってますよ。森藤さんです。使えねえよ。森藤さんです。全部森藤さんです。言わすから。いやいや上手いから。違います。乗せるからこうやって。違います。あの当たったらちゃんとしましょうね森藤さん。あのいや今もちゃんとしてる。ちょっと言っときます。これだけ言っときます。当たったらちゃんとしましょう先輩。当たったらちゃんとしてください。あ変なこと喋るな。そう当たったらちゃんと使えなくなっちゃう。そうそれまではもうあの甘んじて受け入れますんで、はい、よろしくお願いしますよ。当たるときは1000円2000円ですよ。おっと来たよ。ガチャ。あー一歩か。ルパンが準備してますから。おう。でもこの OK3 つとか僕見たことないですよ。ありますなかなかないですよね。発生すればなかなかの信頼度がありますからね。そうそう目にかかれないですよ。ただまあ途中までが弱くてもキン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 あのタイプラードが出たり、そうですね、もちろんキンとかもあれですけど、やっぱりこれはちょっとあるかもしれない。初速はバッチリ。しっかりチャンスアップを重ねたいところです。当てて、はい、のみです。はい、ちょっと入れたいですね、SD ね。お願い。ビリビリ来い。
大好きだ。先輩すいません本当に上手。やっぱりね、先輩の先に当てるのどうかと思ったんですけど、いやもうそこはやっぱこの先輩、山野先生に当てていただかないと。先輩僕はSP なんで集中しますね。ここはエンジャン出して、いった全然いかない。あ、いったいった、あっさりと2連チャン。 ST スルーという最悪の事態だけは回避しましたね。ここね、くの字型だと出だしは好調。連チャンが続くことを祈りましょう。なんならちょっと珍しいのいっぱい出してください。タマちゃん出して、タマちゃん、あ、タマちゃんいいっすね。ここに出ますからね、タマちゃん ね、はい、見たことないですよね。ここないんですよ。ST 中の赤サードホリーは大当たりが濃厚となります。なんかちょっと普段は安心感ありますね。ちょっと熱いの出たら教えてくださいね。全然出ないでしょうね。しょうねってどういうこと。何も言ってこないから、そうやろうなと。逆に、さっきめっちゃ熱いのあったのにとか言われたら、何も教えてくれないですかと思ってるところ。大丈夫、待ってくれない。そんな森藤さんですが、ビーチザラッシュに発展。まあ、現時点では0点なんですが、はい、たまにも、だからこういうのでも、ね、バーンと跳ねることがあります。タイプラとかで、一気にこう、まあ、今のこのリーチは0点ですけど、森藤先輩はもう12点です。だいぶ低くないですか。でも一応実際行きました。あ、行きました。3点くらい、3点くらいになりました。森藤先輩は12点です。100点満点ですよ。ちょっかい出しすぎ。ちょっと本気で怒られるかもしれないです。ドキドキがある。怒んないですよ。ただ取り返しのつかないことやってやるの。いや、本当やめてくださいね。タイトルは赤ですが、カットインは緑。ちょっと厳しいです。当たりのパターンしかないね。しかないね。これなら数字にわーってなるじゃないですか。その時チャンスなのか、ちょっと。聞いてないでしょ、人の話。聞いてないです。うわ、聞いてないでしょって言って、聞いてないですっていう。何？返答が来ると思わんかった。ちょっと言います、また。出た時。見て。おい、おい、おい、おい。あ、おい。自己紹介から出てます。いや、いつの。知りたいことが全ての。なるほど。じゃあ、はい。おかしいな、森藤さんから教えてもらう企画なんですよ。今は自習の時間ということで。うわ、詳しいよ。あ、これ僕が教える企画なんです。そうですよ。これを森藤さんって呼びますね、じゃあ今日は。そう思って、はい、多分ね、リーチがかかれば偉いんだよ。いや、分かってます。分かってます。まあ、間違いではないですよね。任せてください。じゃあルパンで何年が最高ですか。僕は11年かな。あ、すごい、はい、私3年です。え全然ダメじゃないですか。なんで今日ルパン打ってんだろうね。本当ですよ。だからほら、ちゃんとバイブル持ってきたから。分かんないことがあったら全部読んでて、せめて森藤さんが読んで教えてもらっていいですか。いやいや、ちょっと今忙しいから。忙しくないです。森藤さん、でもちょっとなんか嫌な、今嫌な感じになってますよ。何も起きずにポッと来たで思ってからのですよ。からのですね。そういうことで、あ、弱い、あった。ね、山野さん、さっき危ないとか言ってなかった。
いやあれはそう僕の心が弱った時期の話でしょ。もう昔の話を掘り返すのやめてください。ものの30秒前の出来事でしたよ。しかもまだ待っとくよ。そろそろ変わる。いやなんでなんですか。だからそろそろ耳が分かんない。なんかこうほら接待的な。それはもう接待したいところですけど、もうパチンコだけはもう自分で何かしてもらわない。そういうのはね全然甘んじて受けますよ。いやいやそんなとかないですから。それだけも先輩やってもらって一箱ぐらいプレゼントしときます。意外とねほらルパン楽しいから。すごいでしょ。したいでしょ。分かる。うんって言いそうだった今。危ないよ危ないよ。すごい。でも本当面白いですよね。面白い。よくできてると思います。本当にあの正直最初は何が起こってるか分かんなかったんだけど。そうなんです。最初はこれどういうフローチャートなのと思いますよね。なんだよなんとからしなんとからしみたいな。はい、そう本当分かる。最初は何が起こってるか全く分かんない。慣れるとね。慣れると本当よくできてる。ここを見とけばっていうのさえ分かれば。ああよっしゃ。いくぞ。熱い。まあ大丈夫でしょう。まあ大丈夫ですね。はい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 。安全運転できますよ。はい。危なげなく5連チャン目。今回は自身の11連チャン超えを目指します。これ乗り移ってやつですね。違います。その話は一切してないです。楽しいですよ。ビリビリ来い。ブルブル来い。あ、来た。どうしたの今日。すいません、僕も成長したんですよ。なんかあの頃の僕じゃないんですよ、本当に。まあ、あの頃あんまり知らないんですよ。その後もヤマキンの勢いは衰えることを知りません。やめてください。やめてください。大泥棒がこっちにも行って。ボタン飛び出して順位取りましょう。これすごくないですね。全部バックスですよ。7連目で、そういうとこやな。そういうとこやと思いますよ。やっぱり若手を怖がらせるところは本当に、ね、後輩がこうやって森田さん、俺すごくないですかっていう時にすごいねって言えるかどうかだって後輩の感覚しないんだもん。いやいや、完全後輩です。いやいや、後輩先輩関係なく勝ってるやつが偉いんです。名言出ました。山田さん名言出ましたね。ごちそうさまです。ヤマキンは大分県出身ですからね。美味しいお店もいっぱい知っていると思いますよ。まずちょっとすごいと思う。大分県って何が地産なの。ちょっとそんな話じゃないですよ。今そんな話じゃないですよ。先輩の質問にはしっかり答えてください。いやなんかこう地域密着型の話が。やめてくださいよ。今じゃないですよ。後でじっくり話しますよ。君であれば嫌がらせても程がある。これ後半始まるときに、はい、席替えチャンスとかないです。なんすかこの席替えチャンス。そんな番組見たことあります。今まで森藤さん逆に聞きますけど、席替えチャンスが発生する。いや見たことないからこそです。はい、ないですないです。そんな攻めた番組じゃないです。2万発が見えてきましたから。私ってなんですか。そういうないですか。違います。まだ何にも見えてない先が。お酒バックランがこのことです。すごいね、記憶回ってる。回ってますね。これだけ回ると気持ちいいですね。気持ち良さそうですね。でもなんか当たるかどうかより回る台を打ちたいっていう気持ちもありません。あ、僕当たる台の方がいいですね。相当悲願のが今相当悲願のが長いよ。これは偉いパターンだ。あ、おこれはね偉いパターン。偉いパターン。お
どうぞ。保留の点滅がレインボーになってました。保留の点滅がレインボー、え、保留の点滅、今だからから保留の点滅がレインボーだから、それちゃんと言わんかいみたいなこと言われます。あ、ここか、ここか、あ、ここレインボー、森戸さん、森戸さん全然見てねー、見てねー、森戸さんレインボー見てねー、森戸さん3枚今チラッとチラッとなんだけど、チラッと今近い3枚目の一撃が、またまた15ラウンドを獲得。ヤマキン調子良すぎじゃないです。ヤマノさん、はい、なんか病気、あ、病気じゃない、なんでなんですか、なんかこれが遺作とかになったりする。いや、ならないです、演技でもないこと言うのやめてもらっていいですか。遺作でもない限りこんなこと起きない。最後に最後に一花、全校花火の最後みたいな、楽しそうだったねっつってチリッと、あの頃は楽しそうだったね。森戸さんとの最後の一作は本当勘弁してもらっていいですか。なんでよ、もう本当それだけは本当、なんかもう できれば可愛い女の子との最後が一作がいいですって思うじゃん、はい、そんな人生甘くないから。甘くないですよね。その通り、 ST 中の金サード保留は15ラウンド大当たりが濃厚です。なんか山野さん、はい、最後に良かったですね。最後って何ですか、だから最後、いや、分かる、それは言えない言っちゃいけないって言われてちょっと森戸さん、はい、言ってる間にちょっとここで時間が来たんで、前半戦まだレンチャー中ですけど、席替えタイム、違います先輩、すいません、前半戦終了でございます。前半の実戦が終わりまして、いや本当ね、こんなルパンって楽しいですね。本当やっぱ先輩たちとね、あのいろいろと楽しいですね。先輩、先輩、先輩、あれまたどっかなんかあるから、ああ、はい、お願いしますよ。後半で席替えタイム、席替えタイムはないです。あの何回も言いましたけど、席替えタイムはないんで、最終的に乗り打ち、乗り打ちでもないんですよ。これがもう本当ね、僕としてはですね、やっぱこのね、もう憧れの存在でしたから、もうそういうことをやりたいんですけど、もう番組上そんなことはもう一切できないんですよ。申し訳ない、本当あれこんな顔でしたっけ森田さん、こんな顔でしたっけでも僕すごくないです、でも本当に今10連皆さん、あのこれが最後になるんでね最後ってない、最後ってない、最後ってない、10連したうちのしかも9連がマックスですからね。いや、初当たり以外全部マックス、全部マックスですよ。かしいね。ただあのプレゼン全くしてくれてないですけど、聞いたらだから本持ってるからそれやめなさいっつってそれやめなさいっつって、まあ、後半とりあえず当ててもらって、はい、頑張ります、ね、もうちょっとわー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 やっていきましょうよ。今いい感じで僕まだ連チャン続いてますんで、後半はまた連チャンシーンから何連するかでちょっとね、だからならないです。僕が何連するかちょっとね、それも見たいでしょ、な、もうあくまで行くと、うわかなりやなこれかなり落ち込んどるっていうか、下手したら切れとるな。終わりましょうかね、前半は終わりましょう、後半先輩が当ててくれることを期待して後半は終わりたいと思いますということで、前半戦はこの辺で、また後半戦でお会いしたいと思います。さよなら、当ててくださいね、後半。